かけむらです。今日はセブンイレブンさんのそのまま飲める炭酸水の動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。セブンイレブンそのまま飲める炭酸水ソーダ、水と炭酸のみで作りました。容量は 500ml でカロリーは0キロカロリーということです。それではしましたら原材料名、ご一緒にご覧いただきたいと思います。水、二酸化炭素だけですって。カロリーは0000キロカロリーということです。あら、意外と炭酸が少ないんですかね。あ、おお、結構強いですね。はい、こちらがそのまま飲める炭酸水です。すごい炭酸きついですね。開けた時は少ないかなと思ったんですけれども、結構シュワシュワがいっぱい出ています。水と炭酸というだけなので、お味はないと思うんですけれども、それではお味の方をチェックしてみたいと思います。なんか知らんけどうまい三ツ矢サイダーの全然味のない感じですかね。口の中すごい刺激されるので、なんかちょっとジュース飲んでるっぽい感じがいたします。個人的にはちょっとうまいと思うんですけれども、ちょっと僕はチェックしてみますうまいなるほど。口の中ですっごいシュワシュワが弾ける感じで、味はないんですけれども、ジュース飲んでるみたいな感じになりますね。いいんじゃないでしょうか。ただ天然水とかそんなんじゃなくて水ですもんね。水道水かなんかで作ってるんでしょうかそれでは刀ですが、失礼させていただきたいと思います。